球場で売り子をナンパする人が多すぎる詐欺なんです。広告記事です。お願いします。お願いします。まあ、今回売り子はちょっと関係ないんですけれども、はい、村田選手とか杉内選手がどんどんね引退を発表されましたけれども、まあもうその世代のねトップといったら松坂選手じゃないですか。このすごいじゃないですか、もう平成の怪物松坂大輔選手についてちょっとゆだかさんにお話聞いていこうかなと思っております。確かに。その中で俺が実際体験したこともあるし聞いた話もあるんだけどさ、松坂が入団してプロの初登板を後半戦だと、でその時に金村が西武に行って、で日本ハムには片岡と3番バッターがで前日に何かであったらしいんだよ、うん、でその時に片岡がいや松坂ってどっちみち変化球ピッチャーなんでしょっていう一言を言ったらしいんだよ。で金村がその話を持ち帰り松坂にお前のこと片岡は変化球ピッチャーだって言ってたぞ。あ、そうですか、うん、155キロ小気味なのうわーいやーって三振憎まれにしそうだなぜ投げたかって言ったらそういう話の裏があった。いやそれでアテネオリンピックの時に、はい、松坂がちょっと肩を作るのに転倒しますとか言うから、はい、じゃあ俺が取るわとか言って、はい、ベースの距離ぐらいだったらなちょっとダッシュしながら右足に体重を乗せてバンと投げてくるんだよね、はい、それ受けてたんだよ豊さんが。そのはねこの裏の腫れだからね。ここにバーってきてこの裏にゴーンってきたってことですか。すげえ。だからこうやって松坂がバーンって投げたらあこれワンマンするかなと思ったらそっからバーンってくるからパチンって、やっぱいい球投げんなとか思いながら20球ぐらいやったと、うん、もう貫通したんじゃないですか20球目パンパン。俺は次の日さノックするのに手袋するじゃんこっち入らなかった。そんなにあれでそれでアテネに一緒に行ってね、はい、やっぱ最大のライバルキューバに松坂先発をさせると、まあ、会長に投げたらさ3回ぐらいにキューバの誰だったかなバッターが打った打球が右腕に当たったんだよ。でうずくまり、はい、投げる方だからさちょっと心配したんだよ。ちょっとベンチ裏一回戻してトレーラーに見せたらもう縫い目がついてる。ボールのうわでもう変わるかって言って、いや変われる選手っていうのたくさんいたからさ、うん、黒田もいたし岩隈もいたし、うん、そうそうたるメンバーがいたからさ、うん、でこうやってやってんだよ、うん、大輔が大丈夫かって言ったら握力がしっかりしてるから大丈夫です行きます。やっぱ彼らの闘争心はすごいな。投げ切ったよ。感動的だったな。いや普通さちょっと萎えるじゃない。でも逆にテンション上がったみたいな感じだ。いい選手の特徴ってさ、うん、やっぱ闘争心の部分だよね、うん、あれがやっぱこうしっかりしてるという性格もいいしね。あ彼もアメリカ行った時もツイッターとかでやり取りしてたんだけどさ、はい、で息子がちょうどなんかプロに入らないんで、いや大輔の話も聞かせてほしいわとか言って言ったら僕で読めるのもいつでも読んでくださいとか言う、やり取りもあって、だからすごくやっぱ性格もいいよね。先だって甲子園でさバースデーで甲子園で勝ったと、はい、まあ、その時のコメントがさ、まあ、後藤の話出したりとかさ、はい、松坂世代の仲間をさ、はい、なんかこう思いやるようなそういうことも忘れないじゃない。だから本当にあの一日でも長くやってほしいよな。いやなんかソフトバンクの時にさ全く出てこなかったじゃない、はい、だからまあもうこれで終わっちゃうのかなと思ったけど、はい、やっぱ彼が持ってる闘争心っていうのはまだ衰えてないっていうことが分かってないですよね、うん、これからも期待したいよね。そうですね本当に。松坂が投げた後は負けないっていうジンクスまで出てるな。松坂さんとビシエド選手にはねずっと、うん、お前なんかビシエドに似てきたね。笑いもね3割5分ね。お前笑いで3割5分ってのは経済率だろ。あーもう笑いの3冠を取りたいと思います。はい、わかりました。はい、ごめんなさい。